はい、どうも皆さんこんにちは、よさくでございます。今回というかね、またねやってきましたよ。レベル38のね次でね、経験値4000ちょっとで、レベルが上がるということで、うまくいけばねこのクローク&ダガーでラッシュの方で、これでレベルが上がる予定ですということで撮影を始めておりますね。ちょっとねラッシュはね狭いんで、結構ね苦手なんですが、なんとかね、経験値4000ちょっとを目指していこうと思います。はい、さあ参りましょう。ロケランを担いでね、ロケランを担いでまず防衛からやっていきましょう。はい、結構ね、偵察はやっぱ早いし、重装はね睡眠グレネードをね撃ってくるんで本当厄介なんで、こちらもねこれをこれを持っていくことはね別に悪いことしてるわけじゃないんですが、結構ねロケランぶちかますと次の回で蹴られますまあね別にねこう運営がね作ったそういう設定なんだから、別に蹴らなくてもいいんですが、むしろねキックをね入れてることが結構困りますけどね。ということでねこういうね嫌がらせをして嫌がらせを3つ用意して、狭いところね、狭いっていうかねラッシュだとねこういうねすぐリスクを回収されるんで、味方もすぐやられちゃうんで、まずねああいう罠トラップを仕掛けてそれから守りに行きます。ロケランだとね一発しかないんで小さい銃も持ってきています。おバディを編成してますね、いいことで。折れましたけど君どうかな、まあいいか、ここでね待ち伏せてやりましょう。きっと取りに来るかな、コロコロ転がってね暇を持て遊びましょう。どうかまだか、時間が長いな、時間が20何分、これは長い。まあけどラッシュだからねすぐ終わると思います。すぐ終わる予定です。静かに、あすいません喋ってるのはね聞こえないはずなんですけどね、静かにしましょう、静かに待ちましょう。と言ってもね静かにしちゃうと実況じゃなくなっちゃうんで静かにできませんが、ゲーム内には私の声は聞こえておりません。さあ、あバディになってくれんの、ありがとうございます。よしバディになりましょう。バディリンク、お願いします。バディが組まれました。これでねなんかちょっとねメリットが結構あるんで、バディまあね時々ねあのバディが、バディを組んでると、マーカーがね仮マーカーみたいなのがついたりします。あれバディのせいかなあ、まあ詳しく調べてないんで、違ったら申し訳ないです。ね違ったらコメントください、お願いします。そしてカバーしてくれ、ねバディやられちゃった、敵を捕捉した、バディやられちゃったよ、ね、あれそこ、ま、そこにさっきまでいたのね、どこ行ったあいつ、敵を捕捉した、やられちゃったか、カバーしてくれ、なんで持ち場を離れる、よしすごいの来た、すごいのかぶってるの来た、ありがとうカバーありがとう、よしこれでここの守りは万全だ多分ねエイムが合わないからね不安で仕方ないよ。さあ仲間が結構減ってる、まあ、頼むってねもう
死に間際に言ってくれると本当ね、あの場所がね分かるときあるんで本当助かります。まあ、助けに行けない場合が多いですけど、おっと俺含めて2人か、まずいな、しのげるか、あと25分もしのげるか。まあ、ラッシュだからこれをね、ここを取りに来ないと、向こうもあるか。まあとりあえずね、ここに来たやつはね、私がなんとか防衛しましょう。こいつ向こうまで行っちゃってんな、捕らえた、やばいな、ラッシュ、向こう守ってくれてる、じゃあ向こうかな、とりあえずダッシュしてるとね、壁の近くで間違えて張り付いちゃう。おお、安全なね役に立ちましたね。先手必勝でした。まさにね、先を読んでのトラップがしっかり役に立ちました。ああいうの置いてるだけでね、次の回キックされたりしちゃいますからね、特定されて。何なんでしょうか。まあね、まあ、キックされてもめげずにね、どん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 別のところに入っていくだけなんですけどね。さて今度は盗む側です。しっかりね、しっかり盗んで、経験値が4000ちょっと欲しいんで、この回でね、なんかね、最近はレベル30以上になってきたら、重さよりもね、なんか持ち物増やした方がポイントも盗める確率も上がってんなと思って、結構ね、持ち物が増える、レベル3を装備して、持ち物たくさんで来ております。このね、犬と猫のぬいぐるみも結構可愛いしね猫の方かな、このヒョウ柄のが可愛いです。やっぱ可愛すぎてね、見とれちゃうんでね、敵は。そこをいかにね、役立てていくか。ぬいぐるみでね、敵が引っかかるだけでポイントも入るんで結構いいですよ。クロークアンドダガーにぬいぐるみ持っていくのも、プルトンの回収が結構高いですけど。よし、ここで潜んで待ちますか。とまた結構やられてんな、相手チームが結構強いみたいですね。結構ね、クローク&ダガーもなんか日によってムラがめちゃくちゃありまして、全くね、不調の時はもうほんとゼロポイントが続いて、何やってるんだろうっていう感じになりますが、調子がいい時はね、ほんと結構ディスクを回収できて、経験値もね1万近くもらえたりするんで、結構面白いです。っていうかね、警察でなんか活躍できるっていう場がね、結構クローク&ダガーぐらいしかないのかな。やっぱね、バウンティーハンターでね、投げるのとマーカーつけるのも結構隠れててもね、相手に場所が分かっちゃうっていうね、アビリティもあるみたいなんで、なかなかね、活躍できる場が少ないみたいですが、まあね、クロクアンドダガーでね、こういう風に持ち物いっぱい持ってきて、なんとかね、生き残っていけるか。ここでコントローラーのね、バッテリーがなくなっちゃってますね。繋いでる間にバレてるし、なんでバレちゃう、動いてないんだけど、なんでバレちゃう。はい、ということで負けちゃいました。はい、チームも負けちゃいました。
そしてレベルが、はい、全然足りないね少し足りません。はい、ということで、もうねこれは確定ですね。これはね私がヘマしなければゼロポイントはないと思うんで、ここでねしっかりレベルを上げて、アセンションのね3回目をお見せしようと思います。はい、ということでクローク&ダガーのラッシュね、ラッシュでこれはあの砂嵐が出るね監視塔みたいなところのエリアです。さあまたね担いでまいりましょう。ロケランね打ちたいんですけど、やっぱね蹴られちゃうんであんまりなんか使いにくいというかね気が引けるっていうね、そういう武器です。まあね周りの人がねもっとねレベルが上がってきたらねロケランも別にいいんじゃないかってなるかもしれないですが、なかなかねアセンションでのサービスと、プレステ3でのねユーザーの少なさがね結構やばいですかね。はい、今回も、しっかりねトラップを、ね、かけてやりましょう。 このね爆弾っていうかね何か次元爆弾じゃないですか、まあ背負うタイプのセンサーにねよく自分が引っかかってね爆死しちゃうんですよね。結構それでも自殺でマイナス1000ポイントが結構あります。なのでね、なんか慎重に置かないと、この中にいるな、この中にいるな、仲間を呼びましょう、仲間を待ちましょう。投げてきてる。ちょっと、いいかな。なるべくね、一人になっちゃうとね、殺されたり、気絶したりしたり、仲間に知らせることなく死んでいくので、なるべく仲間とね、団体行動して、自分がね、やられたとき、場所がわかるようになら、あの辺にいるんじゃないかな。ディスク A taken. 後ろからも検査される。 Enemies revealed disc A dropped. どこだ結構ね分かんないっす。なんかねすごい気づきしてすごい気づくんですが、私は結構分かんないタイプです。微妙な差にね、よくやった。この上で待っときましょうか。マーキング待ちで、マーキングでね方向が分かるやつをね、よくやった。装備してるんで、はい、ありがとう。方向だけでもねお知らせをもらいましょう。エネミーズリビールドディスク A テイクンディスク A ドロップ。そこか、ここだと俺に爆弾いきにか。あと一人。よくやった。ありがとう。それよった。Enemies revealed。爆弾の出番かな。よかった。外れちゃう。ちょっとなるかな、開いた。こんぐらいのね動きがね私は見えるんですが、些細なねちょこっとした動きじゃね全然気づかないので、本当ね申し訳ないですね。仲間になった方にね申し訳ない。
もしこれでねレベルが上がる可能性がバッチリ出てきました。あとはしっかりねディスクをね回収したいな。よし、今回もアイテム多めの、アイテム3個、3種類持っていけるやつでいきましょう。最後よくやった、またにねよくやったと言って、トラップしていって、このためにね予防策を、ね、先に貼っておきましょう。ここにね逃げ帰ってくるときに、ね、役立つと思うんで、上にいると思うんだけどね、俺は上にいると思うんだけど大丈夫か。と思うんですけど、生きてる？生きてる、ね、逃げちゃう？大丈夫？大丈夫じゃないね。敵を捕らえた。すごい、みんながここにいる。了解。入れ。入れ。入れ。本当かよ。大丈夫か。分かったらしいです。カバーしろと。OK だ。やられてんじゃん。やっぱ上いんだよ。上いるから結構危ねえ。大丈夫か。大丈夫か。君がやられたら。やばいな。やばいな。これはやばい。これはもう結構やばい状態ですね。これ一人で立ち回れるか。まあ時間はあるけどね、あんまり時間かけてもあれ、あと2人か、これ入れて2人か、結構厳しいな。よしということで、しっかりね上にいるのは分かってるんで、こっち側からね慎重に行こうか。あんまりね時間かけすぎてもねみんなにね迷惑かけちゃうんで、なるべく急いで攻めよう。今持っているのが、睡眠グレネードですね。さあこの罠にね、もしあそこで発動した時にみんながあそこで集まってくれたら、私はこっちから行けるか。ここでね、バレなきゃいいんですけど、出たときに。とりあえず、ワンちゃんをセットしておきましょう。そして、あそこにね、ディスクがあるんで、とりあえず、先に投げちゃいましょうか。先に投げて、盗んでしまう。テンパッチ打たれた。少しなんとかね、なんとか入ろう。ギリセーフ。ギリセーフ。そして、どうぞ。覗いてんな。早速ね、ワンちゃんじゃねえ、今回ニャンちゃんかな。ヒョウ柄の方ね。いけるか。さあ
あれフルトンバレてた、フルトンの罠バレてた。まあでもね、レベルは上がったかな、しっかりね。1個ディスクにも触ることができたので、ディスクを触るだけでねポイントが結構もらえるんで、ディスクまでたどり着く、それが目標でいいと思います。まずは、はい、ということで、負けちゃいましたが、チームも負けちゃいました。しかしね、しっかりポイントというか経験値がね、4000近くもらえたんで、はいはい、出た。またね、また武器がもらえてない。レベルね、39でね、武器くれないってね、結構やばくないっすか結構やばくないっすか、これは。運営さん、どうなってるこれ。これが、コナミのね、嫌がらせかな。ね、結構、頑張らせておいて、武器はくれないというね。レベル39とかね、武器くれていいと思うんですけどね。はい、ということで、結構ね、へこみますよね。38、39で、特に武器はくれないということが、まず分かりました。そして、まあ一応ね、一応確認しましょう。一応ね、カスタマイズで、確認をしときましょう。もしかしたらね、もらえてるかもしれないんで、そんなわけないけど、はい、武器、まず銃はね、異常なしということで、サブね、異常なし、アイテムも、アビリティも、はい、全くもらえておりません。はい、ということでね、もうすぐ アセンションしましょう。はい、またカラーバリエーションね、もうね、カラーバリエーションばっかりね。カラーバリエーションのためにね、そんなに頑張れないよ。40大丈夫か、レベル4に。またね、色が増えましたで終わんないかね、ちょっと心配ですわ。ここまで来たらね、レベル40でね、カラーバリエーションが増えましたとか言わないよねさあ、まあせっかくなんでね、カラーバリエーションね、とりあえず色変えちゃいましょうか。お、結構斬新な色があるな。斬新な色がある。じゃあ、やっぱ赤かな。赤がいいかな。ね。赤を選びましょうか。青もいいね。青もいいけどね。赤。あ、これ内側の方が高えな、おい。高えわ。どんだけ頑張って貯めてきたか分かってんのかもし、まずね、こう毛皮の方から。おっと、これはムックみたいですね。これはムックになれそうですね。ムックかね、エルモにね。エルモっていうよりはムックかな。高えわ、もうね、値段が高えわ。そしてね、頭の方もね、しっかりね、染めていきましょう。はい。これはね、もうね、着てる意味がないぐらい目立っちゃいますけど、まあね、面白い方がいいんで、どうですか。はい、全身ね、赤っぽいオレンジかな、赤っぽいオレンジに変えて、ムックになりましたということで、アセンションね、アセンション3回目は、武器はもらえません。そしてムックになれますということで、アセンション3回目はムックでした。はい、ということで、今回はここまでにしようと思います。ぜひね、次回は、レベルマックスレベル40でお会いしましょう。ではまた。